ねえ、ギンギンなの？中高年必見、ペニスをギンギンにする方法ということで、今回も勃起力をギンギンにさせる方法ということでお話をしていきたいと思います。男性いくつになってもギンギンで痛いですよね、先生。痛いっす、はい、切実に思います。はい、そんな男性に向けてですね、勃起力を高める、そして維持をする方法っていうのを今回はご紹介していきたいと思います。いちかさん、失礼ですが、今ご年齢はおいくつですか？26歳です。はい、20代女子がセックスにおいて求める一番大事なものって何なんですか？他の人の意見を知らないんですけど、はい、私はやっぱ相性とか、あ、出ました、相性、相性これはよく出るワードですよね。 あ、そうなんですか、はい、あと勃起力じゃないですか。相性は何で決まるんですか？相性はだからその体だけじゃなくって、なんて言ったらいいんですかね、雰囲気というか、この人とエッチしたいかみたいなあると思うんですけど、実際やってみてどのくらい体の相性が合うかみたいなのありますよね。はいはい、そのしてみたいなっていう気持ちになるかどうかと、実際にしてよかった、別に大したことなかったなっていうのはまた別物ってことですよね。別ですね。なるほど、そこで気に入られるためにハードルが2つあるわけですね。そうですね。今は石川さんからもお話があったように、勃起力っていうのはやっぱり当然大事。そうですね。フェナチンは NG。 まあ NG というよりはテンションちょっと下がっちゃいますね。ちなみに男優さんって皆さん結構硬いですか？そうですね、硬いですね。持続力がすごいですね。男優さんたちがやってる対策とかって何かあるんですか、ね、あんまり聞いたことないですけど、結構皆さん筋肉がすごいですよ。もしかしたら筋トレして男性ホルモンを高めてるっていう可能性ありますよね。はい、もう筋トレ非常に男性ホルモン、テストステロンを高める作用ありますからね。男優さんがマッチョなのってなんでなんですか？鍛えてるんじゃないですか。かっこよく見えるように、やっぱり皆さん映るわけだから、はいはいはい、自分のその見た目とかは気にする方が多いのかなって思いますね。そっか、その見た目的な部分で皆さんマッチョが多いわけですね。そうですね。昔ってなんか男優さんってそんなマッチョなイメージありました？そうですね、加藤隆さんとか、あの時代の頃はあんまりマッチョいなかったですね。チョコボール向井さんぐらいで。ああ。知ってます？はい、わかります。全員だったからわかるんですよ。はいはい、チョコボール向井さんぐらいしかマッチョいなかったですよね。そうですか。それがシミケン最高じゃないですかね、結構そのちょっと前ぐらいから鍛え始めてるんじゃないですかね。実はその筋トレとかもそういった性行為に対してはもしかしたらいい影響を与えているかも。めちゃくちゃいい影響はありますよ、筋トレは。それも確実なんですね。確実です、それは。勃起力と関係あるんですか？関係あります、そのテストステロン、男性ホルモンを高める作用ありますので。ちなみにちょっと話がそれるんですけれども、いちかさんは撮影前に何かやるルーティーンとかってあるんですか？はい、でも私もあの性欲を高めなきゃいけないので。性欲を高める、はい。なるべく貯めておく。あ、そうなんですか。数日というか1ヶ月とか。1ヶ月もう何もしないで禁欲状態でいる、はい、っていう。前あの専属だったので、はいはい、月に1回しか撮影がなかったので、はいはい、だから1ヶ月に1回しか撮影ないから、はい、その1ヶ月間は貯めておくみたいな。へえ。で、企画になってからは2週間に1回とか、はいはい、貯めて出てます。あ、じゃあもうプライベートでもなし、一切なしで。私プライベートで、はい、最近あんまり AV の撮影してないので、はい、私、そうなんですよ。数ヶ月ぐらい前までは本当、はい、一切プライベートで何もなかったです。へえ。声量とかも怖いし、はい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 、遊んじゃって移されて、はいはい、検査引っかかったらリスケになっちゃったりするので。ああ、そうですね。確かに、超真面目にやってましたね。そこはやっぱりマジなんですね。そうですね、プロですね。あのちなみにその女性ってよく聞くのが、その周期によってこう性欲が高い時期、低い時期っていうのがあるっていうのを聞いたことあるんですけれども、それは結局禁欲してると高まっていくもんなんですか、女性は？高まりますね。もう、撮影2日ぐらい前に、はい、もうなんかその辺適当な男捕まえてやっちゃおうかなと思って。結構我慢してる、すごいですね。そう、でも、いやダメだと思って、もう映像に映る自分が全てだと思って、はいはいはい、我慢します。そこは自分でこう道具とか使って、それもダメです。それもしない、はい、それも我慢するんだ。私だから自分でしないんですよ、基本的に。あ、そうなんですね。もう年に2回とかしかしない。年に2回、逆に年に2回やるときがしっかりです。撮影のはずだったのに、はい、
男優さんがコロナになって、なんかあの先延ばしになっちゃったみたいな、もやもやしてた、そうですね、そういう時とか、せっかく貯めてたのに、そう、貯めてたのに、それはもう大変ですね。なるほど。じゃあ、まあルーティンとしては撮影前は絶対貯めると。そうですね。でも珍しいですよね、市川さんみたいな。そうなんですか。いや、わかんないですけど。でも結構私、周りにその話したら、はいはい、あ、私も私もみたいな感じで、あ、そうなんですね。貯めなかったら逆にどうなるんですか、その撮影を。貯めなかったら、いつも通りのテンションなんじゃないですか。なるほど。100% 以上出そうとしてるってことですね。そうです、そうです。すごいですね。すごいですね。演技だけじゃないんですよ、本当に。いや、演技はほとんどしてないですね、私。あ、そうなんですね。ドラマのシーンとかは、はい、はいはいはい、演技してますけど、はいはいはい、ちゃんと挿入とかしてる時はもう完全に自分ですね。あ、そうなんですね、うん、いや、2パターンあると思うんですよ、はい、マジでやって感じてる人と完全に演技っていう人を、完全に演技で撮影結構辛いと思うんですよね、はい、だって感じてないと多分痛いし、うん、はいはい、テンション上がらないのにセックスしてるって結構きついと思うんですよ、お仕事とかで、うん、風俗とかもそうだと思うんですけど、はいはいはい、だから自分で高めてそういうことしないと自分が辛いなって思う。ファンタジーではありつつも、うん、やっぱり演技なのかなっていうのを見てたらなんか思うことあるじゃないですか。伝説、ね、うん、さんの場合それはないと。私結構割と、まあ、ドキュメンタリー系が多いんで素って感じですね。あ、そうなんだ。またてか見ないといけないですね。そうですね。そういう目で。でもリアル、リアルっていうことですね。ビデオ。リアル。結構リアルだと思います。それ見たくなっちゃいますね。これまでもの企画でもちょっとお話をしてきましたけれども、勃起力を高める秘訣、今回のテーマとなります。まあギンギンの維持というところなんですけれども、先生この点3つに分けてます。生活習慣、トレーニング、サプリや治療など。っていうところで言うとどうでしょうか。まず生活習慣。生活習慣大事なことは睡眠をしっかりとること。睡眠しっかりとるためにやっぱりある程度規則正しい生活をして、うん、なるべくストレスがない生活ができるのが理想ですよね、はい、うん、最低何時間ですか。最低6時間は寝たいですよね。6時間か。6時間でいいんですね。最低ですよ。でも、うん、やっぱ7時間8時間寝れば理想的ですけどね、はい、最低6時間以上睡眠をとると、うん、いうことですね、はい、その他はどうですか。その他は2番目の方に入ってくるんですが運動、うん、運動することによって、まあ、睡眠も深くなるので相乗効果ありますから、うん、そこ大事ですね。疲れるとよく眠れるっていうことですかね。そうですね、はい、運動の疲れはよく眠れると思います、うん、はい、あと男性ホルモンが高まるから。そうですね、はい、であのちゃんといわゆる12時前に寝ないと成長ホルモン、また別のホルモンもあるんですけど、それもしっかり出ないんですよ。それ本当なんですか。本当です、本当です、はい、成長ホルモンもしっかり出ないと男性ホルモン、うん、テストステロンも上がってこないので、うん、両方大事なので、うん、夜勤とかやめた方がいい。夜勤は本当良くないんですよね。筋肉の成長にとってもその時間にちゃんと寝るのも大事です。で筋肉がつけばテストステロンも男性の場合高まっていきますので。女性もそうですか。女性は同じくしっかりその時間帯に寝ると成長ホルモン出て、あ、やっぱりそうなんです、ね、うん、いいと思います。寝る子は育つではなく、まあ、寝る男は立つということです。そうです、はい、わかりました、はい、次にそのサプリとか、はい、まあ、治療とかそういうので何かいいのありますか。サプリはやっぱりここ長年ずっと言ってますけど、まずは亜鉛がいいですね、はい、あとはですね、現代人は直射日光あんま浴びないじゃないですか。なんで、ね、実はビタミン D っていうのがすごく大事 でビタミン D は直射日光浴びないと作られないんですよ、体の中で。なんでビタミン D を積極的に取るっていうのも大事なんですよね。食事からもちょっと取れますし、不十分な場合はサプリとかも取っていいと思いますね、はい、休みの日に家でゴロゴロしてるよりも外に出て、はい、絶対直射日光浴びた後って男性の場合感じるかもしれないんですけど、日光浴びてると元気になるっていうのはそういうことなんですよね、はいはいはい、そういうのを感じたことは、まあ、僕はあるんですけども、うん、はいはい、そういう理由なんですよね。ビタミン D がしっかり作られてて、でホルモンも出て、いや確かに外で仕事してる人とした時に、はいはいはい、すごい勃起力でした、はい、あ、外仕事、あ、もう日光浴びまくってるからね。日光すごく大事なんですよね。そういうことか。そう、実は、うん、結構その今までの男性とかも見てても、うん、意外とその辺ってもう根本的な部分ではそういう理由があって、うん、勃起力がすごいとかっていうところなのかもしれないですね、うんうん、僕もそうですけど、本当に外は出ない人は、うん、そういうサプリでビタミン D とか取ってもいいと思いますね。なるほど。サプリであるんですね。あります、あります、はい、いやもちろんマルチビタミンのものでも入ってるんですけども、あ、少ないんですね。あ、そう、マルチビタミン取らない方でもビタミン D だけは取ってもいいかなと思います。そのテストステロンとかという意味では、ということで今回は中高年の方に向けて常に
ギンギンでいる方法ということで、意外な答えも出てきました。外にいっぱい出ましょうとか、そういったところも含めてですね、日常生活見直していただきます。いちかさんはそう体感してますから、その外の仕事の人から、はい、すごい今しっくりしっくりきました。ここでようやくなんかこう繋がったというか、はい、あ、そういうことかみたいな今日ずっとその面白いですね。面白い、まあ、寝る男は立つ、そして外に出る男も立つということで、そうですね、はい、ちかさんもぜひチャンネル登録お願いします参考になったという方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。はい、ではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。